ちは、スワローカーズの前田です。今回はスペシャルコンテンツといたしまして、ベントレーアズールの内装をご紹介いたします。ベントレーアズールは1991年にサロン・アンテルナショナル・ド・ロトで発表されたベントレーコンチネンタル R をベースに、1996年に発売された希少なモデルです。コーチビルダーマリナ・パークワードが製造し、デザインをピニファリーナが行うという特別な一台です。南フランスはコートダジュールの紺碧の空を意味するこのアズールは、その名前にぴったりのカスタムが施されています。何を隠そう、今回お借りしたアズールは2006年のオートサロンで入賞を果たしたヒストリーを持つ1台なのです。オリジナルの雰囲気を壊すことなくカスタムされている内装はカーメイキングマダムスで行われており、その世界では大変有名な個体です。シートやハンドルはオリジナルのホワイトからネイビーのコンビカラーに変更され、大変おしゃれに仕上がっています。シートはこの理性レザーの中でもトップランクのオートラックスを使用。その中でも 10% トップグレードと呼ばれる最高級のものを使用し、内張りのほかハンドル、ダッシュボード、カーペットの縁取りまでありとあらゆる場所に使用されています。シートはロールスロイスに比べるとスポーツモデルという性格上テンションが高く固めの印象です。セミバケット形状と相まって体にフィットする感じです。パワーシートは 8way のメモリー機能付きで、どんな体格の方にも合うように調整が可能です。ステアリングの電動チルト機能やシートヒーターなどオープンカーに必要な装備は揃っています。1992年モデルよりコラムシフトからフロアシフトに変更になり、電子制御の4速 AT へと進化しました。スポーツモードも備わり、よりスポーティーな走りを実現しています。また B ピラーを有しないオープンボディのアズールはシート一体型のシートベルトとなっており、以降のコンチネンタル系はこれに準じたシート形状へと変更されています。ハードディスクナビゲーションシステムやミュージックサーバー、バックカメラなど必要な装備は十分と思います。ベースモデルがターボ R のため、車内の広さは十分に確保されています。ショートモデルのコンチネンタル T のような窮屈感はありません。また特別にあつらえたトノカバーをつければ、陸を走るクルーザーのような入れ立ちです。20数秒でオープンボディに変身可能なアズールでのちょっとしたドライブはとても優雅なひとときです。あわよくば走らずとも眺めているだけで幸せになれる一台がこのアズールではないでしょうか。